マサトです、聖書一日一章の時間となりました。今日はヨハネの手紙第1の2章です、では早速ヨハネの手紙の第1の2章を見ていきます。ヨハネの手紙の第1の2章私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。この方こそ私の罪のための、私の罪だけでなく世全体のためのなだめの供え物です。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながらその命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちに留まっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉のことです。しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇が消え去り、真の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。子供たちよ、私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。父たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪い者に打ち勝ったからです。小さい者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が道を知ったからです。父たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が初めからおられた方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。世も世にあるものも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行う者はいつまでも長らえます。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。彼らは私たちの中から出て、行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかし、そうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。あなた方には聖なる方からの その注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。このように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからであり、また偽りはすべて真理から出てはいないからです。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。誰でも御子を否認する者は
道を持たず、御子を告白する者は道をも持っているのです。あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および道のうちにとどまるのです。それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって、永遠の命です。私はあなた方を惑わそうとする者たちに、惑わそうとする人たちについて以上のことを書いてきました。あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油が全てのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに見舞いで恥じるということのないためです。もしあなた方が神は正しい方であると知っているなら、義を行う者は皆神から生まれたこともわかるはずです。感謝いたします。ヨハネの手紙、第1の2章でした。この聖書の御言葉をあなたの心に、魂に、この聖書をあなたのもとに、マスアートの、聖書一日一章でした。このマスアートの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、ボタンとよろしくお願いします。次回の、聖書一日一章、ヨハネの手紙、第1で、お会いいたしましょう。マスアートでした。仕上げです。パチャンプルズユー、シャロム、シャロム。